はい、どうもこんにちは。ピピン AP 生き物チャンネルです。今日もですね、ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、スマトラヒラタアチェさんの掘り出しをしていこうかなと思います。前回動画に上げたのはですね、これなんですけど、91ミリでしたね。もうね、すっかり荒いですよ。ほら、粗いっすね。で、ちょっとこれが一番大きかったんですけど、ちょっとご覧の通り、パカってますね。ちょっとパカってね。で、完品の方がいまして、それは86。これは完品ですね。86ミリでした。はい。まあ、初めてなんで、ブリッド自体は。90ミリ。ね、ちょっと狙っていこうかなと思います。次のやつもですね。で、次はですね、4と掘り出ししていこうかなと思いますので、ちょっとお付き合いいただけたらなと思います。はい、ではですね、これが、今日掘り出そうかなと思ってる、瓶ですね、4とです。どれもね、成虫になってちょっと経ったんでいいかなっていうところなんですが、どうかな、ちょっとあんまり期待できるかできないかちょっと分かんないですけど、掘り出していこうかな。じゃあまず先、これはね、小さい瓶に入ってました。9月の時 37g、 あんまり大きくはないな。ここにあるね。チームは全く見えないでなってるのってちょっとワクワクしますね。なかなか出てこない。あ、開きました。お、ぎっしり。大丈夫か。ぎっしりだな。最大限に空間を、あー、ごめんなさい、ちょっときつすぎてる。早く出してあげたかった。あれ、意外とすごいきっちりでした。これ痛い、これ痛いからね、これね。すごい力も強い。見て見て、綺麗。すんごい、意外と綺麗。切れた。大丈夫だね。結構これ太いね。お尻もちゃんとなってると思うよ。うん、後ろも何ら問題はないですね。爪も全部ある。 OK。 はい、完品でございます。はい、じゃあ次は、ではですね、次はね、幼虫体重が 43g でした。さっきのやつよりも、ちょっと重いですね。あれ？これ。残念、星の王子様になっちゃってた。はい、すいません、ごめんなさい、死んじゃってました。ですね、さなぎになってなかったですね。幼虫で死んでました。はい、では次です。気を取り直して、3頭目、これ 44g ですね。ここにある。
まあ話によるともっとねすごくでっかくなる幼虫。おお、いきなり出てきた。野生味あふれる、うん、なんか顎が長い気がするな。おおおお、かっこいいぞ。おお、顎が長い気がする。はい、あー完品ですね。あ、ですね。あ、なんかでかいかも。あー、これ90いったかな。どうこれ、なんかあの本当にね、あのプラモですよ。あの触った感じがプラモデルみたいなね、クワガタとかカブトムシってね、そういう感じがするんですよね、やっぱね。すごいわ。よくあんなふにゃふにゃなやつからさ、さなぎになってね、蝶々とかもそうですけど、あんなふにゃふにゃなやつが羽をつけて飛ぶんですよ。これもカッチカチになるんですよ。尋常じゃない力でね、挟み上がるし。はい、無事浮か。はい、次ですね、これが一番重いかな。 48g ですね。どうかな、ここにいるけど、ほら顎が見えてる。よし、ついに出ますよ。完品。これも不全なし。よし、不全なしですね。うん、顎もちゃんとしてるわ。シュッとシュッと、お尻も大丈夫でしょう。何ら欠けのない綺麗な感じですね。よし、OK。じゃあね、測っていこうかなと思います。はい、では、待望の身体測定。はい、スマトラヒラタの、ピピン系 レコードですねは 91mm です。さて、レコード更新になるか。まず、一番最初のね、方から。はい、一番最初の方にお越しいただきました。ちょっと赤いかな。まあ、いいか。じゃあね、また、測りますよ。ゼロです。よしよし。やっぱり大きくないな。これでいいかな。これでいいよな。ほい。84でした。うん、まあいいでしょう。綺麗になったんで。84。さあね。よし。全然いいけどな。スマトラヒラタ、あっち。はい、では2投目です。じゃん、どうすか。さっきのよりはでかいと思う。よし、じゃあまた行きますか。ゼロ。91来たかな。こんなもんかな。あ、90いかなかった。89mm ですよ。89。まあ全然いいんですけどね。89か。次か。
では今日最後のね、やっぱなんか顎が長い気がするんだよな。まあいっか、これですよ。90超えていただきたいけど、どうかな。よくね、100とか見る、100とか聞くけど相当バカでかいんでしょうね、見たらね。虫の1センチって相当だからな。お、これはもしや、うん、これだ。出ましたよ。92ミリ。ピピンレコード更新です。92出た。やったね。これ完品だし、ブリード候補かな。親候補かな。ちゃんと餌食べさせて、メスもでっかいの選んでやろう。うん、でオスもこれで、5頭になりましたんで、あんまりいっぱい取れても困るけどね。だいたい20頭ぐらい、20頭でも多いかな。まあ見ながらね、ちょっとやっていこうかな。うん、これよかった。ピピンレコード更新やわ。あと1頭いるけど、多分それはそんなに大きくないんで、うん、これがあれでしょう、トップでしょう、今期のね。はい、では今日はね、ピピンレコード更新できましたよっていうことで、ちょっと嬉しい感じでしたけど、感じでした。はい、じゃあまあ一旦、スマトラアチェはですね、しばらくちょっと多分更新というか、配信ですね、動画配信がまあないと思いますけども、一旦今期は完結ですね。かっこいいですね、ピカピカツヤツヤ、プラスチックみたいな。我々の爪と同じ構造なのかな。キチン室、カニとかね、そういうのも同じかもしれない。はい、では今日はね、こんなところで終了とさせていただきたいなと思いますので、また次回ですね、他の生き物でも動画上げますので、よかったら見てください。はい、じゃあ今日はですね、こんなところで終了です。